の。はい、お疲れ様です、キャプテンです。今日もぼっち連で、ちょっと日中時間があったんで競技場に来たんですけども、36度ありますね。ちょっとペーランやろうと思ってるんですけど、いやどうかな、 V ドットが62だから3分35あたりでいければいいかなっていう感じですかね。まあ、ちょっと暑いんで、まあ、3分40ターゲットで12周4800m やって 200m6 本やります。ちょっと暑いんで、ちょっと最後までできるか分かんないですけど頑張ります。まあ、12周よし、用意スタート。はい、始まりました、キャプテン。前回レースが中止になったっていうご報告したんですけどね、あの8月の、さらに、ね、レースがなくなっちゃいまして、まあちょっとね、次は別の大会じゃないですけども、ちょっとね対決をねしようかなと思ってます。それに向けて頑張っていきます。まあ、今日はちょっとあの日中ね、あの時間があって、夜ちょっとねどうしても外せない用事があったんで、このようなね時間帯でやってます。はい、気温が36度でした。でちょっとね、あまり猛暑日っていうんですよね、35度日中超えるとね、運動するなっていう感じなんですけど、ちょっと時間があれだったんで、もう強行という形でやってます。で一応 T ペース、スレッショルドペースですね。で 4800m でペース的には、まあね、本当だったら3分35 1分26秒あたりがターゲットなんですけども、ちょっとね気温による補正を加えまして、まあ3分40あたりいければいいかなと。そもそもね乾燥できるかどうかっていう気温なんでね。で競技場来たら、なんか水をねこうやって撒かれてて、若干涼しいのかな、あんまり涼しさは感じなかったですよ。正直水撒かれてるときは、あ涼しそうだなっていう感じはあったんですけどもね、走ってみたらそんなことはなく、はい。でパワー的にもね、今クリティカルパワーが 300W になってるので、まあ、270W 以上出てればいいかって感じですかね。はい、ちょっとね、あのTペース層は長いので、若干ね、あの早回しで行こうかなと思います。はい、まあな、久々ですね。意外とちょっとね、先週今までサボってて垂れ流しだったんですけどね、ちょっとねこういう長いのあったら編集をね入れていこうかなっていう感じにもなってました。ちょっとねいろいろやることがありましてね、あまり編集時間かけれないっていうのもありますね。初めの週はね、なかなか、まああそんな暑さ気になんねえかなと思ってたんですけどね。はい、はい、これ2周目です。あ、いいですか。もう3分35ぐらいのペースで行ってますね。はい、で次で、1000m ですかね。まあパワーも300付近できますよね。うん、いい感じですね。素晴らしい走りです。気温をものともせずということでね、はい、1000m、はい、1000m、 3分34秒、あ、いいですね。うん、タイム温度差の補正なしでセット通り走れてます。まあね、この時のね、キャプテンは後半あんなことになろうとは思いもしませんでした。はい、いやまあね、暑かった。あの多分学生はね夏休みなのかな、でちょいちょいいるっていう感じでしたかね。はい、ちょっとこの1周目早かったな、ね、これいけんちゃうってね思ってました。はい、この頃は、うん、パワーもいい感じで 300W ぐらい、まあ、270以上出てれば OK なんで、はい。でね、この辺りからなんかね、きつくなりだしてきたんですよね。なんか汗がめっちゃ出るし、心拍もまあ徐々にじわりじわりと上がっていく感じですね。で、シューズを今日はあのスパイクじゃなくて、エンドルフィンのプロを履いてます。やっぱちょっとペーランだと、あのね、スパイクはちょっと、あの、もったいないかなっていう気も最近してきました。はい、この辺りで一気にペースが落ちて、あれっていう感じです。はい、やっぱね、こういうペーランとかね、スタンパンと走る系はね、こういう厚底のシューズがすごく走りやすいですね。今日キャプテンもね、エンドルフィンプロがね、すごい大好きです。めちゃくちゃこれいいシューズですね。あの、フィット感が、ね、素晴らしいんですよね。あと、ちゃんとね、クッション性もありますしね。前に進む感じもありますね。どうなんですかね、スパイクよりもこっちの方がなんか進む感はあるのかもしれないですね。あれやっぱり速いスペースで走、この後レペーションをするんですけども、やっぱね、なんかちょっとねもたつく感じはありますね。はい、 2000m、 3分38秒ですね。はい、一気にペースが落ちましたね。はい、
で心拍もね170いってきました。まあ 4800m なんであと7周もう6周半ですねこれでね、はい、で半分いったら水をかぶろうかなと思って、一応ペットボトルドリンクホルダー、ドリンク水を入れてね配置してました。いやいい天気ですね本当に、梅雨も明けて。でも確か今日この日は東日本が台風が来てたのかな、うん、はい、あーペースいいですね。まあこれだと半分です、はい、ね、ちょっとトラックインに入ってこってね、ボトルを取って、はい、水をかけながら、はい、やってます、まあ、命を大事にいきましょう。もうねびちょびちょですね、汗もありますし水かぶってるんでね、まあ、なるべくなね暑くない時間でやった方がね自分のいいパフォーマンスを発揮できるんで、きつい練習がねいいってわけじゃなくて、自分のねパフォーマンスを発揮できる状況を作り出すのが一番いいと思います。はい、300m ちょっとここね、まあ水かぶった分遅れたっていう感じですかね。はい、この辺りからね、はい、一気にねきつくなってきましたね。まあ、残り5周なんで、はい、で意外とね風もね強く吹いてて、なんか前の記録会じゃないですけどずっと向かい風みたいな感じがしてました。でペーランやるのはすごい久しぶりですね。あと体がぶれてきて、なんか若干スピード感がなくなってきた感がありますね。28秒ちょっとね、あ、これでいくと3分40ぴったりですかね、うん、1分28秒で、まあ、ちょっとねもうきつくなってきたんでかなり心拍も170中盤、もうここをねもう死守してるっていう感じですね、うん、いやでもねパワーを見ながら走ってました。この280あたりがちょっとターゲットで落ちてきたら時を見てパワーを見るっていう、ちょっとねペース感覚もねわっきゃわかんなくなってくるんですよね。でさっき270ぐらい行ってましたね。はい、なかなか厳しいですね。いやー厳しいこれは。2周、まあ、あとね、まあ、なかなか厳しい感じですかね。なんか腕の振りがこう左右に振れてる感じがありますね。呼吸も激しくなってきました。はい、あと2周で、うん、3分40秒、まあ、やや切ってくる感じですかね。まあ、残り2周なんでっていう気持ちで走ってました。一応この後はロペチと 200m 6分あるんで、ね、まあ、でもあんまり気にせずにちょっと最後設定を守っていきたいなっていう感じですかね。なんか頭が触れちゃってる感じがありますね。水かぶってるのと汗かいてるので靴がねもうぐっしょぐしょなんですよね。よっしゃラスト、ラスト1周、あ、若干上がりましたね。本当に足で切ってきました。ラスト1周なんで、はい、まあ、パワーもね上がってきました、ね、300まで。いや頑張りましたこれは、はい、ラスト1周っていうのはねなかなか、まあ、切り替えて走れるいい機会なんでね、なるべくね上げていきたいところです。いやなんか久々にこんなね明るい時間に走りましたね。まあその分代償は大きかったですけど、一応日焼け止めをね全身塗りまくって、はい、やってました。まあ、ちょっと最近キャプでもいい年なんでね、もっと若いうちから取れるかって感じですけどね、日焼け止めを結構ね顔とかちゃんとね皆さんも塗った方がいいと思いますよ。顔とかのシミとかがねすごく分かりやすいんで、ね、あと首元、首周りとかね結構最近ちゃんと塗るようにして、ね、
あの自転車のロードレースの選手とかね、ちゃんとね日焼け止めとか塗ってよく出るよね。はい、ラスト100、まあ、この辺りはでも無心で走ってました。はい、カメラ触れてますね、これ。マジで来ちゃった。はい、お疲れ様でした。まあ、最後の3分40ぐらいのペースでしたね。まあ、当初の設定通りっていう感じで、はい。熱い。まあ、3分35あたりはいいんですけど、気温のね、補正を入れたっていうことで、はい。まあ、やりきりました。じゃあ1本目。はい、次200。よい。スタート。いやね、このね、レペッションってね、200で短いんですけどね、こうね、本数が多いとね、なかなかしんどいですよね。ちょっとあの、水かぶりをね、ボトルに水がなくなっちゃったんで、水を入れるために、はい、こうやって持ってちょっと走ってます。はい、なるべくあの走りやすい環境をね、作らないといけない。水でもないみたいなのでやってられない。一応、レペッションは V.62 で36秒ペースですね。はい。3分ペースですね。はい。まあ、いい感じです。近くに蛇口があるんで。はい。ちょっと練習中なんですけどね。はい。まあ、水入れて。やっぱね、こういう屋外にある蛇口はね、水がね、ぬるいんですよね。だからしばらく出して、はい、で、今ね、水ぶっかけ中です。はい、じゃあ2本目。リフレッシュできましたね。やばい。スタート。ね、タイツがね、テカってますよね。水をね、吸って。はい、いやね、6本長えなと思って、いや、4本でやめとこうかなと思って。なんですけど、まあ、とりあえず1本ずつ消化していって、ね、いけそうだったらやればいいし、無理そうだったらやめればいいかなっていう。あまり、自分自身でハードルは高くせずに。あ、次、1本1本。あの、ね、先のことを考えてもね、辛いんだよね。やはり206本って結構きついっすよね。で、間でこういう200ジョグ入れると、時間的な、ね、こともあるんでね、結構かかりますよね、時間が。設定は340ワットぐらい出てればいいかなっていう感じなんですけどね。じゃあ3本目。まあ、レポートはこの前やりましたよね。スタート。はい。はい、まあちょっとね、大会がね、なくなっちゃったんで、もうね、自ら大会は作れないんですけど、ね、楽しいことをしたいなと、ちょっとね、対決します。はい、そのために向けて、まあ、戦後寄りの練習なのかな、まあ、なんですけども、まあ、どうか、また大会中止になるかわかんないですけど、9月にね、一応、10キロのロードレースと、まあ、3000メートルに出ようかなとは思ってます。9月ですね、それが。8月は、大会がなくなっちゃいます。はい、36秒、いいですね。はい、3本終わりました。残り半分。はい。いや、これで、本当にもっと、まあ、あと1本、1本目。で、買うかなと思ったんですけど。スタート。ここ来て、とりあえず、4本目やろうっていう感じで。まあ、4本やったらね、気分変わりますからね。残り2本と残り3本、半分でね、えらい違いなんでね。で、なるべくリラックスして、走ってます。だいぶね、水を吸ったエンドルフィンプロはね、なかなか、走りにくいですね。やっぱね、得手不得手があって。もうね、今日は本当足がね、フラフラになる感じがありましたね。この前のレペッション600、苦手な600の中1日空けての練習だったんでね。はい。はい、4本終わりました。次5本目です。はい、しっかりこうやってジョグして、走る前歩いて、5本目整えて。用意、スタート。本当にね、一本一本丁寧にこなしました。で、走り始めね、この辺りは結構いいんですけど、残り100がね、きついんですよね。いや、でもね、今日もちょっと走って今日ジョグしたんですけども、この練習の次の日、やっぱね、ペーランしてレペッションやると動きがなんか洗練される感じがありますね。ジョグも今日4分20ぐらいで結構走れましたね。やっぱこういう効果があるんだなと。あと、もう同じことの繰り返しするとね、精度が上がっていく感じが。ちょっとね、ひょんなことからバイオリンをやってるんですけどもね、初めはね、もうそんなの絶対無理やと思うんですけど、もう繰り返し練習していくうちにね、だんだんと分かっていくんですよね、力の入れ方とか、ね。まだ全然素人なんですけど、ス
タート。こういうの自分でなんか感じれるとね、あ、こういう練習って無駄じゃなくてすごく一番の近道なんだろうなっていうのが、ただ本当に力の入れる場所と入れない場所っていうのは、ね、本当に明確にやらないとバイオリンは疲れますし、いい音が出ないんですよね。なかなか面白いですね、バイオリン。ですから米津大陸を生で聞きたいですね。 YouTube のね、音源としても使ってみたいですね。はい、これでラストが終わりました。はい、お疲れでした。ちょっと最後は頑張りました。3秒で、いや、きつかった。いや、日中こういう練習しちゃいけませんね。ちょっと時間的で余裕があったんで、今日は疲れました。疲れたんですけども、疲れた、はい、もう手つけたな、これ。低ランは半分いったらもう死にましたね。まあ、なんとか1分40。喋れない。まあ、一瞬90秒かからないように頑張ってました。きつい。そうですね、練習ができるような体になってきた感じがありますね。まあ、ちょっとなんか一日レペティションからなんで、ちょっと疲労が、疲労はある感じですけども、まあ、もうちょっと涼しくなったら、まあ、ちょっと今日時間がなかったんで、あの、こんな時間にやったんですけど、36度でしたね。まあ、普通は涼しい時間にやってもいいです。もうしないです。じゃあまた、ちょっと今週は週末自転車乗りたいんで、自転車乗って来週また、でもね、来週オリンピック始まるからね、陸上が。いや、今日見ましたよ。朝走らないといけない感じになるから、まあ、練習頑張ります。お疲れした。お疲れした。まあ、ちょっとね、あの、36度と炎天下の中やってしまったんですけども、まあ、話せました。ちょっと命の危険があったんで、あまりね、あの、褒められたやり方じゃないと思うんですけど、まあ、できたというところで、はい、オリンピックはね、あの、今日から始まりました。もうね、朝からね、 3000m 障害とね、先ほど 5000m 見て、でその間で動画撮ってます。でこの後 10000m ね、ちょっと見ようかなというところで、いやーね、うん、やっぱ大会中はジョグのペースも上がりますね。はい、まあ、ちょっとキャプテンも頑張っていきたいと思います。ではまた。